い、公式テスト富士1日目が終わりました。拍手がいい、久々 BRZ 乗って楽しかったです。かなり楽しかったです。普通にそして今回井口パフォーマンス発揮しました。途中までトップでした。はい、最後ちょっと、まあ、ちょっと涼しくなったタイミングで周りがニュー入ったのでね、ちょっと抜かれてしまいましたけど、もう本当最後の最後までずっと井口選手が、富士の井口を発揮してくれたのでトップ、まあ、最後の最後ちょっと抜かれたのは残念でしたけど、はい、でもタイヤのテストもすごく順調に進んでますし、車のフィーリングもね、はい、すごくいい状態で来れてるんで、まあ、手応えがある一日だったんじゃないですかね。はい、思います。2日目は大雨らしいですけど、午前中、はい、井口さんがね、富士の井口がかましてくれると思うので、いや、2日目は山ちゃん担当って言ってたんで山ちゃんにお任せします。雨の山内で頑張ります。はい、はい、まあ、明日もノートラブルで、終われたらいいなと、ね、2日間ノートラブルで、そしていい結果で終われるように頑張ります。はい、開幕戦に向けてしっかり準備を進めたいと思います。